さ左が、ラムナプレット赤タグルを使う高橋純選手、そして右が4色ラリーを使う高橋優太選手となっております。はい、先行が、3位通過、4位通過の高橋優太さんの方ですね。そうですね、ちょっと同じ高橋で紛らわしいんで、はい、優太さんと純さんで実は今回呼ばせてもらうんですけれども、はい、優太さんの方が、まあ、先頭という形で、やはりこのどうしても相手が、純さんの方がですね、ラムナープレッドスタンダードとかなり近いような赤タンなので、うんうん、その点で、優太さん今回先手を取れているのはかなり大きいですね、うんうん、そのいかに猛攻をさばいて、先祖からの決勝につなげるかというのが、焦点になってくると思います。で純さん、赤タンの純さんの方はですね、逆に、この4色ラリーはかなり地上が硬い、うん、あの盤面にクリーチャーが並びやすいデッキではありますが、うんうん、あのフライング飛行クリーチャーへの耐性はかなり低いデッキなので、うんうん、まあ、この密輸人の回転翼機ですね、こちらをいかに引き込めるか、どうダメージを与えていくかっていうのが多分焦点になっているかと思います。はい、ありがとうございます。デッキリストの方なんですが、今回は、対戦相手との事前の共有は、ありません。そしてデッキリストですね、決勝ラウンド、決勝戦ですね、開始後に、発表という形になりますので、申し訳ございませんが、それまで楽しみにお待ちください。決勝ラウンドはすべて日本選手となります。ハレリアプロス対ハレリアトーナメントセンターの店長という形で、はい、そうなんですね。こちらの高橋純さんが、今この試合が行われているハレリアトーナメントセンターの店長と、はい、という形でもハレリアスリーブがかなり目立ちます、ね、うん、そうですね。さてサイドボードを入念に、まあ、間違ってないか確認しながら、うん、ね、ちゃんとシャッフルを行っています。うん、しかし高橋純さんのこの赤タンの方ももはやもうオールスターという近代の優秀な方のオールスターって感じですね。そうですね、もう本当にスタンダード時代にエースとして活躍したカードの集合具体という形で、うん、最近のカードでいうと、そうです、このラムナップの遺跡ですね。やはりそのマナベースが強い、その土地からダメージを与えれる形になっていて、うん、フラッドにも強い形にもなっていますし、うん、やはりその今スタンダードで禁止とされている密輸人の回転翼機をまあフルに生かす形にもなってます。うん、とはこのイクサランで再録された稲妻の一撃、これもかなり大きいですかね。そうですね、確か稲妻の一撃はまあ、元々 M どっかに入ってたから使えたんですが、使えるの、そうですね、はい、失礼しました。なんですけれども、やはりこの稲妻一撃というカードをまあ一番使える、うまく使える秋タイプがこの、赤タン系赤アグロではありますね。うん、さて、さあもうすぐ始まりそうですね。さて、うん、そろそろ開始のようですね。はい、もう多分今シャッフルをしつつ、ジャッジからのアナウンスを待っている状態だと思います。うん、はい、まずはマリーガンをチェック。はい、ゆうたさんの方の手札、土地が 1,2,3 枚ぐらいに、ジェイス、改革派の結集者、あとはなんていうこのさやむしなど、まあ、かなりバランスのいい手札に見えますね。一方、じゅんさんの方の手札は見えます？さあ、ちょっと縦になっていて見えないので、まあ、これから、徐々に、そうですね、おそらく山と日焼けした砂漠などがあって、ちょっと悩んでいるようなので、そうですね、もしかしたらまあちょっと土地が多すぎる、うん、もしくはちょっとあの軽いダメージソースが少ない手札なのかもしれないですね。うん、2人ともキープしたっぽいかな。さて、さあちょっと間がありますが、もう間もなくスタートかと思われます。はい、4色ラリー対ラムナプレッド、まあ、先ほど申しました通り、やはりスタンダード時代も確かこの4色ラリーというデッキは結構赤タン系、うん、アタルカレッドに強いデッキだったと記憶しているので、うん、
まあ、今回先手を取れていることもあり、少し高橋優太さんの方が有利に進むんじゃないかなとは思います。なんでもう最初からちょっとこんぐらい、ちょっとこんぐらい、この有利不利ゲージですね。はい、はい、個人的には少しその相性さと先手という点で少し最初から有利がつくのかなとは思いますね。まあ、ここをどう跳ね返していくかっていうのがまあ見ものではあります。さあ、多分プレイヤーたちも今緊張のお家で待っているところでしょう。ちょっと間が空いちゃってる感じですけどね。そうですね、はい、その他の多分試合とあの開始時間を合わせるために、多分他のあれですね、宅の、うん、マリガンチェックとかを待っているという形になると思います。なのでちょっと皆さん今しばらくお待ちください。そうですね、まだかプレイヤーたちがまだかなって感じで見てますね。アナウンスが始まりましたので、もうそろそろ始まりそうです。はい、それでは、これより第10期フロンティア新挑戦者決定戦の準々決勝開始となります。フィッチャーマッチは高橋純選手、ラムナブレッドの高橋純選手と、星ラリーの高橋優太選手の試合をお送りしていきます。はい、まずはエッジカーが、うん、そしていきなり総員の速走、いいですね、ベストムーブですね、このジュンさんの方からの、うん、では1点食らって18かな、うん、やはりこのラムナープレッドの方はその4色ラリーがその盤面を体勢を整える前にいかにダメージを与えておくかという形がまあ大事になってくるので、この一番強い一番大気である総員の速走が1ターン目に出たのは嬉しいですね。さあ、ここでブリンの振動ジェイス、ラリーデッキの、ね、ジェイスはもう本当8面6匹の活躍ですからね。これをうまくさばけないとちょっと一方的な展開になってしまうかもしれません。さあ、1マナなんだろう、乱撃山かな。あ、まず尊魂の魔導士と乱撃山、うんうん、なるほど、そうですね、まあ、綺麗にさばく、一番いい1マナでさばきつつ後続を展開するという一番綺麗なアクションですね。さあ、高橋選手はまたもフェッチを切って、さあ3マナのアクションは何でしょうかね。いいですね、これ、うん、このフェッチ、多分フェッチで探しやすいように白枠選んでますね。これ結構おすすめのテクニックですね。あの1枚ずつの基本地形を白枠で入れておくとフェッチするときに探しやすくて早いっていう時間 の、 その節約のテクニックの一つです、うん、さあ、開花化の決勝者、おお、この動きは強烈、強い紛争でジェイスを回収という形で、もう3マナのアクションだけど5マナ換算、ほとんどカンパニーですよね、すごいですね、3マナの集合した中隊みたいな感じのアクションになってます。フェッチランドと相性抜群ですね、そうですね、これはもうググッと、さあ、ここをいかにさばいていくか、そしてさばくだけだとこの 3-2 のブロッカーがね、うん、うまく機能してしまうので、ちょっと損の、どうしても損の交換になってしまいますね、うんうん、その1対1交換をしていくと多分ゆうたさんの方がどんどん有利になっていくので、そこにサクハク、おそしてアタック、そうですね、もうこれはもうジェイスを除去して殴るともうダメージが足りなくなるから、うん、ここはもうブロッカーになる方を除去して殴る、なるほど、もう無理やりライフを詰めていくプランを選びましたね、うん、ただその代わりにジェイスが生き残る、ゆうたさんの手札でも強力ですね、うん、集合した中隊、反射魔導士、先祖からの結集、なんていうこのさや虫あたりが見えましたね、そうですね、ありましたね、かなりもう何でもござるな状態で、
もうジェイスは、まあ、まだジェイスが変身しないのだけがちょっとありがたいところではあります。ここは井川選手、高橋選手は、あ、失礼しました、ゆうた選手ですね、はい、ゆうた選手はどう動いていくのがベストだと思いますかね。そうですね、なんてこのさやむしを出すターンがなさそうなので、ここで捨てておいて、うん、先祖からの結集を打つために取っておくか、もしくはこのもうこの後たっぷりになってしまう花盛りの湿地を捨てて、うん、っていう形のどちらかになると思います。なるほど、難しいですね。このターン反射魔同士からのタップインで動くか、もしくは集合した中隊を打つかのどっちかになるので、あ、うん、ですね、やっぱサイムしてましたね、うんうん、で中隊を打たずにタップインのターン、そのマナーを整えるためにタップインに時間を使うか、うんうん、今悩んでます。ゆうたさんはどうしてもあの花盛りの湿地がもう4枚目の土地でタップインなので、ちょっとまあまあ、ちょっとそんなでもないか。この後のジュンさんの手札次第ですね。ちょっと落ち着きましょう。はい、あ、反射魔導士にしました、うん、反射魔導士からのタップイン、うん、そうですね、あのやはりその速攻がない方を戻すことによって相手をラグらせることが大事ですね、ここだと。あとは多分ゆうたさんはあのやはり集合した中隊というカードがリスクがあるので、うんうん、その仮にスカッたりした時に大ダメージを食らってしまうのを嫌がって、まず反射魔導士から落ち着く方を選んだんだと思います。ここでドラゴンのエスですね。そうですね、横並びの展開。おお、奇襲隊、これはかなりのダメージが入りますね、うん。お、あとはこのライフを押し切れるかどうか。あ、ちょっとこれは強い方の奇襲隊というか違う方の奇襲隊ですね。あ、こっちの奇襲隊じゃないですね、こっちですね、無謀な奇襲隊、はい、無謀な奇襲隊の方ですね。あっちの奇襲隊も僕好きなんですけどね。好きですね、強いですよね。さあここで、どうなるかな。総員の即走が、3-3なので、おおむね即走を通して6点くらっ、いや難しいですね、ゆうたさん、うん、これ総員の速走がパー3なので反射魔導士だとチャンプブロックになっちゃうんですよ、うんうんうん、なので他のクリーチャーをブロックしてしたいところなんですけれども、そうすると7点入って残りが3、うん、稲妻の一撃だけでも、あ、ですね、やはり3にするのを嫌がる、3にするのを嫌がってチャンプブロックするか、うん、一方的にブロックして7点食らうか、かなり難しい状態ではあります、うん、しかもラムナップの遺跡も前々出てますからね。これが今回の、ラムナップレッドの強みですね、うん、これまでは、割とアタルカレッドっていう形の赤緑2色の方が多かったんですけれども、うん、このラムナップレッドになっているおかげでそのマナから最後土地からダメージが入るのがかなり、特にこのような無理やり押し込むような盤面では強力ですね、うん。さあこれで一気にライフが危険水域のユータ選手ですが、さあまずは、うーん、難しいな、ブロッカーよりはマイナスの方がいいから、そうですね、まあ、プレンズウォーカーにはするか。さあ改革派の結集者を引いてどう守っていくかですね。難しいですよね、まあ、先祖からの結集を打ち捨てるパターンにしそうかな。これはそうですね、この改革派の結集者捨てたということは次のターン X3 で先祖からの結集を打ってブロックするのかな、おおむね。そしてブリンの振動ジェイスが、そこがなきテレパスジェイスに変身と。さてゆうたさんの方はあれですね、ズーラポートを探しに行きたいところですね、うん、ちょっとライフ回復手段がそれしか入っていないので、うん、なんとかしてズーラポートを探したい、じゃないともうあとは土地からだけで負けてしまうので、ズーラポートの殺し屋ですかね。さあここで中隊を選んだ。お、しかしズーラポートいる、お、いる、強い強い、これは生き残ったか。そうですね、これで次のターン、この次のターンまで生き残れば
なんとかという形ですかね、うん、サテロスの道探しも地味ながら非常に強力そうですね。この次のターン以降の先祖からの結集に着々と備えを、うん、ただしライフは風前の灯火。現状何か一応あれですね、ジェイスで相手のパワーの大きいクリーチャーを止めて2体ブロック、うんうん、あとはラムネップの遺跡で2点入ることも考えても1トークンを1体残せる。あれあれっていうことはシディシの信者かな、これ引いたのかな、うんうんうん、これシディシの信者を引いてると大きいですね、多分そうですね、このアクションは、うんうん、でサテロスの道探しをサクリファイスしてバウンスするんじゃないかな。お、でかい。なるほど。おー、ベストアクションですね、このターン。多分道探しをサクリファイス本体か。そうですね、自分自身ですね、あの死んでほしいのでタフネスが高いシリシの信者を墓地に落として、そうですね、はい、考えてます、ね、なるほど。次のターンブロックして死にたいとこいつらは、うんうん、で1点ドレインした、うん、考えてます考えてます、まだ生きてるぞ、ギリギリ生きてるぞという感じですね。さあこれでリュータ選手のライフが4ですね。ああ、かきたてあるよ。かきたての炎があった。おお、という形で。さあ、準々決勝第1本目は高橋純選手が勝利しました。ただ、クリーチャーが普通に強いので、まあ、コンボを決めずとも反射魔導士しながら殴り切ったりとかはできますね。こちらもユータ選手らしく非常にテクニカルなデッキですよね。そうですね。はい。あのスタンダード時代からユータさん好まれてますね、このデッキを。という形で2本目が始まりそうです、うん、はい、やはりこの4色ラリーというデッキはリカーさんから見ても比較的難しいといいますか、扱うのがちょっと難しめのデッキにはなってくるんでしょうか。そうですね、うん、その同じマナ域のクリーチャー、2マナのクリーチャーとか3マナのクリーチャーっていうのがたくさんあって、うん、どのクリーチャーをどの順番で、プレイするか、うん、どういうふうに、墓地を肥やしながらどういうふうに相手に対処するかっていうのがかなりそのバランスを取るのが難しいデッキなので、うん、そのプレイ難度としてはかなり難しい方のデッキに入ると思います。なるほど。さあここでサテロスの道探し、あら見つからない、あらただ、まあ、墓地は超えた、ジェイスが2枚と、いやでもそんなでもないですね、うん、落ちも悪いし土地も入らないということで、うん、ちょっとがっかり、あまり落ちて嬉しいカードというわけではなかったですね。ではないですね。そこで、2枚目を追加、あ、失礼しました、そうですね、こちらは、ケラルトリドの修道院長ですね。さあ、ジュンさんはしかしデッキに1枚しかない粗暴な協力が追放領域に行ってしまってちょっと残念ですね。さあ、しかしこの果敢クリーチャー2体で、まあ、かなりいい盤面、さあユータさんはこれをどうしのぐ、どうさばく、うん、反射魔導士はあるがケラルトリでは戻したくないぞっていう感じで 今悩んでます。そうですね。うん、あでも戻しましたね、やっぱ盤面の方を優先しました、うんうん、やはりケラルトリでがその今2-1で、まあ、果敢で3パワー3になって殴ってこられると結構厳しいので、そこを、そう出てきましたね。さあフェロキドン、ただユータさんは手札に致命的な一押しとフェッチランドがありそうですね、うん、なのでここはテンポよくさばけそうです。それこそケラルトリデの修道委員長なんですが、はい、まあ、フロンティアでも入るんですねというコメントあったんですが、はい、これについてはやはりまあ優秀なカードであるということですかね。そうですね、あの2ターン目に出してその果敢クリーチャーとして運用してもいいですし、中盤以降は
その土地ないし呪文を探しながら行けるという、形になりますので、まあ、その2マナ域の中ではもうかなり最上級のカードと言っても、うん、まあ、差し支えないでしょう。よく3ターン目とかにね2マナで出して、ケラルトリでのプレイして、あ、土地見つけたとかいう形もよくあるので、うん、さあここでフェロキドンは、ペタルプッシュ致命的な人をして対処されて、ね、サテロスの道探しが、もう一度そうです。で、まあ、反射魔導士が殴る、まあ、結構殴りますね、うん、ユータさん。やはりこの辺りも、はい、まあ、ダメージレース削っていこうというところで慣れてるんですかね。そうですね、うん、やはりもうその最後の勝ちパターンはどこまでいってもライフを削って勝つので、うんうん、相手のライフが20なのか、それともコンボ決めるときに15なのかとかで、結構その先祖からの結集で釣るクリーチャーの数とか変わってくるんですよね、うんうんうん、あとはなんていうこのサヤムシがマストブロックになるかどうか、うん、などなど。なのでこういった点はかなりいいですね、積極的で。さて、有利不利ゲージをすっかり忘れてましたが、まあ、現状は5分ぐらいなんでちょうどいいという感じでしょうか、うん、おリリアナありますね。おリリアナが出ました。おお、堪能癒してリリアナ。このね、地味についているハンコンがね、いやらしいですよね。いやらしいですね。特に今他のクリーチャーが、お、さあどん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 墓地を肥やす。さあなかなか、そうですね、結集ですね。これが入ってこないですね。ユータ選手手札に。そうですね。墓地は超えるが、もう2回ぐらい落ちてるんじゃないですかね。そうですね。先祖からの結集墓地に落ちちゃってますね。うん、もう2枚落ちちゃったのかな。ただ、まあ、道探しでどん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 墓地は越えていくので、さあ、まあ、1回引ければという感じですかね。お、しかし、うん、ジュンさんの手札は強い。来ました、チャンドラ。チャンドラでマイナスでしょうね、うん、まあ、4から1かな。あ、プラスだ、うん、ということは稲妻の一撃、あ、ぶり焼きだ。うん、そうですね。うまく対処していきますね。で、5点殴った。5点。お、これはかなりゆうたさん、ライフを守らなきゃいけないけれども、チャンドラも対処しなければならない、まあ、かなり厳しい状態になってきましたね。厳しいですね。あ、ケラルトリテの方はこれブロックしましたね。そうですね、うん、もうこれ以上ダメージを食らいたくないという形で、うん、そのチャンドラを落とすことを諦めてライフを守ることに専念することにしました。 4-3 ですもんね、大きい。あ、でも少しは削る、うん、さあ手札は反射魔導士のみと、ちょっと厳しいですか ね、 やはりこのラリーというデッキはその集合した中隊と、まあ、先祖からの結集という8枚に、うん、まあ、少し依存している部分はありますし、うんうんうん、その改革派の結集者といったそのアドバンテージを取れるカードをここまで全然引いていないので、それがちょっと厳しいです ね、 そうですね。盤面が寂しい感じになっちゃってしまいます。はい、そうです。コメントあったんですけど、雷のマークはですね、エネルギーカウンターという、カウンターがあるんですけれども、そちらの方が、発生した時に使用するところになりますが、一応この対決では、おそらくエネルギーカウンターがなさそうと、そうですね、ということですね、はい、なのでこのフィーチャーテーブルに、プレイヤーの方々が使えるように置いているという形になります、うん、さあここでもプラス、そうですね、どん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 めくって、まあ、ダメージでもいいですし、うん、まあ、新しいリソースでもいいですしという形で、まあ、マイナスして殴るよりはという形のようですね。ちょっとジュンさんの手札が見えないので、うん、分かりづらいのですが、さあもう一回ケラル、からのケラル。おお、これは密輸人の回転浮き見えてますね。ちょっと感謝してるんですが、おそらく密輸の回転浮きでしょうと。ゆうたさん、現状地上はまあその道探したちでブロックできるんですが、うん、ちょっと飛行クリーチャーがいないので、うん、空はガラ空きだぞと。ちょっと手を焼きそうな感じですよね。そうですね。
これはもう残りあと2ターンぐらいで対処手段、その極端に強いカードですね、先祖からの結集か、うん、まあ集合した中隊どちらか引かないとかなり厳しい状態になってきましたね、うん。まあ、逆に言えばここで結集を引いてしまえばそうですね、かなり立て直せる、はい、一発逆転のもう目も全然あるので、うん、まあ、それがこの4色ラリーのいいところですよね。ズラポト悪くはないんですが、ここではちょっとパーブ続くですね。まあ引いておけば、うん、生き残りさえすれば活躍するので、これこそ次のトップデッキに期待がかかりますね。砂漠かな、砂漠ですね。さあただこの10点が残るかどうかですね。あと一旦場に見えてるだけで5点はもうほぼ確実、6点ぐらいかな。おお、サルか、これ竜あたりのサルか、土地は置いてからの方が良かったかなというのはありますが、でも逆に土地先に置かなくてもいいぐらいもうかなり手札が強いんでしょうね、うん、きっと、うん。もしかしたら土地がめくれた場合にということも一応考えてたんですかね。 あっちのチャンドラは土地プレイできないんですよね。はい、はい、なんでまあ先に置いた方が良かったかなとは思いますが、うん、まあ些細な問題ですね。さあ回転置きが動き出しました。で3点入って、あ、乱撃残、乱撃残という形 で4点。おお、見事、はい、こっちか。さあフロンティア新挑戦者決定戦準々決勝は、ラムダプレッドの高橋純選手が勝利しました。おめでとうございます。おめでとうございます。